アーサー・シーモア・サリバンは、イギリスの作曲家。ウィリアム・エス・ギルバートと組んで、オペラを作ったことで知られている。アーサー・サリバンは、ロンドンで生まれた。父親は、軍楽隊の隊長をしており、アーサーは8歳になる頃には、父のバンドで使う楽器を器用に操るようになっていた。ベースウォーターの私立学校に行った後、王室礼拝堂の合唱隊への加入を認められ、チェーニー・ウォークにある、 その合唱隊の学校に通うようになった。その頃、彼は賛美歌や歌を作曲し始めている。1856年、サリバンは、最初のメンデルスゾーン賞を授与され、王立音楽アカデミーに学生として2年間在籍する。1858年に、サリバンは、ライプツヒへ旅行し、そこで勉学を継続し指揮法を学んだ。 彼はこの期間に著しい音楽的な成長を遂げた。1862年にロンドンに帰り、クリスタルパレスで演じられた、シェイクスピアのテンペストの付随音楽が誕生している。サリバンは次第に英国最高の作曲家として評価されるようになっていった。1866年に公共局補聴庁の演奏会が開かれた。この当時の作品には、 インメモリアムの序曲と、チェロ競争曲、オラトリオ、宝刀息子、失われた、金銭等がある。1866年に、一幕物のオペレッタ、コックスとボックスの送付を出版することで収入が増加した。これは、歌劇場のための作曲家として、彼の作品の中でも、最も有名で富をもたらすことになった。1867年の秋、彼は、 ジョージ・グローブとウィーニへ旅行し、未発見のシューベルトの楽譜という貴重な宝物を持ち帰った。1871年、ジョン・ハリングス・ヘッドがゲーテ劇場のためにオペレッタ、テスピスをギルバートと共に作ることをサリバンに移植した。この舞台は必ずしも成功とは言い難く、その楽譜は後に紛失してしまったが、一部分は後にペンザンスの海賊で使われている。 同じ年に聖馬員、ベアリング・グールドが歌詞を書いた、すすめ、キリスト社の平心オンワード、クリスチャン・ソルジャーズが作曲されている。ギルバートとサリバンの真の協力体制が始まったのは1875年、リチャード・ドイリー・カートが、彼らに一幕物の、陪身裁判、1878年には、彼らのそれまででの最大の成功となった、軍艦ピナフォア、が生まれた。 この作品はアメリカで頻繁に登用され、ギルバートとサリバンは著作権を守るため1879年に大西洋を渡った。ニューヨークではペンザンスの海賊が生まれた。次のギルバートとサリバンのオペラ、ペーシェンスは1881年ロンドンのオペラコミック劇場で初演、同年末にはオープンしたばかりのサボイ劇場へ移りこけら落としを飾った。 引き続き、アイオラン氏、ミカド、古城の英子等が、同劇場で上演された。二人の作り出した作品は、サボイオペラと総称されるようになる。ミカドは、サン・サーンスのオペラ、黄色い王女やプッチーニの、蝶々夫人など、19世紀末の異国趣味の風潮が、舞台に顕著に現れていた時代の産物である。1883年、サリーバンは、ビクトリア女王から、 ナイトの称号を授かった。同時代の批評家は彼のオペレッタ作曲家としての経歴に終止符を打つものと感じていた。騎士称号を得た音楽家はオラトリオやグランドオペラなどよりかせわな作品を書いて身を落とすべきではないと考えられていたからである。サリバンもまたサボーイオペラが与えてくれた経済的な保障はあったが次第にギルバートとの仕事が 自分の技術以下であり重要ではなくなってきたと感じていた。加えてサリバンはギルバートの意見を取り入れるために自分の音楽のやり方を抑えなければならないと感じていた。1886年、サリバンはカンタータ黄金伝説を作って批評家たちに答えた。この曲は当時のほとんどの人々がサリバンの最高傑作だと考えていた。 結局サリバンは1890年、ゴンドラの先導たちの公演後、ギルバートとの共同作業に終止符を打った。その後、リチャード・ドイリー・カートと共に、ウォルター・スコットの小説、アイバァン法を題材にした壮大なオペラを創作して、ロイヤル・オペラ・ハウスで上演された。しかし数年後、サリバンは二つのオペレッタで再び、 ギルバートと共に仕事をし、他の仲間とは3つの作品を生み出した。サリーバンは、生涯健康には恵まれず、1900年11月22日ロンドンの自宅で肺炎により58歳で死亡した。ロンドンのビクトリア堤防公園に彼の検証費が立てられた。詳細は、W. リスト・オブ・ミュージカル・コンポジションズ・バイ・アーサー・サリバンを参照。 改訂版クラシック音楽作品名辞典賛成堂。1998年2月10日。224から225ページ。ありがとうございます。